仕様だ。春日、このガキ、なんでここがわかった？コミジュルの蜘蛛の糸は今もまだ方々に張り巡らされています。ふっ、糸の粘り強さが売りなんですよ、うちは昔っからね。おやっさんを殺したのはお前なのか？いや、ちゃうな。荒川を殺したのは極道の掟いうもんや。裏切り者がのうのうと生きていけるほどこの世界は甘ないんやで。なんだと？なんて言い草だ。あ、おい、てめえ、なんだ、足立さんが二人ってことは、つまり。は？つまりなんだよ。一人はミラーフェイスだ。なんで足立さんに？警察になりすます作戦でしょ。ああ、なるほど。じゃなくてよ、警官になりすますって足立さんに化け力だったのかよ。ふざけやがって。いや、そっちこそふざけんな。どっちが、どっち？マジかよ、力比べでも互角。さすが噂のミラーフェイスや。ええ金取るだけあるわ。ならこいつはどうだ。足立さん、道路交通法だ。全部で何条ある？130条くらい。132条、常識だ。あ、こっちが本物？じゃあ、その第1条は何だった？知るかバカ野郎、名前覚えてるわけねえだろ。じゃあ、こちらの方、今の続きどうぞ。この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、および道路の交通に起因する。やっぱり本物はこっちね。オーケー、よくわかった。そっち行く？くそ、公僕がいい加減な仕事しやがって。偽の足立さんに沢城の頭を殺させようとしたわけか。胸くそ悪いって考えやがる。こいつはてめえのアイデアだな。終わりにさせてもらうぜ、石尾だ。あぶねえ。ち、しつこいな。石尾だ、おやっさんの仇、やつだけはこの手で。おいおい、あんまり熱くなるなよ。お前はそうなると見境がなくなっちまうからな。ああ、わかってるよ。それはこの前、ドラゴンに教えられて。ドラゴン？なんでもねえ。石尾田は何をしてくるかわからねえ。さて、やってみろ。絶対私の番で。私が相手です。ザコが。はい。サンキュー。ザコが。どうするかね。行くぜ。かかってください。行くぞ。見せてやるよ。張り切っていくぜ。どうするかね。なんで、やめんな。私の番ですね。どうしよっかな。とっておき。マジかよ。ありがとうございます。俺の番か。やってやろう。
私の番ですね。どうするかね。行くぜ。アクション。よし、行くぞ。じゃあ、かかってきなさい。取っておきだ。ガンガン行こうぜ。開けてみろ。どうするかね。食べに行きましょう。全力で。なんとかしないと。とっておき。私が。二回目に合わせますよ。ありがとうよ。ありがとうございます。これやるぞ。やるか。行くぞ。ほら、やるぜ。ザコめ、ぶっ飛ばしてやる。ザコめ、ほらよ、これで元通りだ。しんどいね。してみろ。見てなさい。私がやめんな。ランキュー。ちょっとおとなしくしてて。俺の番か。
しんどいね。痛い目に遭わせますよ。これ使って。これで元通りだ。やるか。どうするかね。行くぞ。やめんな。私の番ですね。なんとかしないと。とっておき。私はついてるよ。ありがとうございます。よし、行くぞ。よっしゃ、行くぞ。じゃあ、どうやって。来てみろ。全力で。日和よって。ああ、もうあいつ一体何なの。お、どうした。殴られるのが嬉しそうだったり、キレてみたり、何考えてるかさ。まあこの前は鉄球振り回してたしな。よく近江の幹部張ってたよな。いや、あれがトップの理由かもな。どういうことだ。極道だけの話かもしれねえが、そこが見えねえわけのわからなさってのは大事だ。ん、そういうもんなのかね。何にせよあの切れた石尾田は厄介だ。中途半端な攻撃は確実にやり返してくる。ああ、だからやり返されないぐらいきついのを入れてやるしかねえな。私が相手で。俺の番か。やってやる。ぶっ飛ばしてやる。しんどいね。なめんな。なめんなよ。私の番ですね。やってみろ。俺の番だな。してみろ。どうするかね。行くぜ。どうしますかね。ザコが全力で。なんとかしないと。やんのか。なめんなよ。もういっそ。よっしゃ、いくぜ。よっしゃ、痛い目に合わせますよ。しんどいね。見てなさい。ありがとう。ありがとうございます。俺の番か。舐めないでくれる。私が相手。やめるな。私の番です。全力で。なんとかしないと。とっておき。私がついてるよ。よーし。サンキュー。どうするかね。ぶっ飛ばしてやる。ほら来いよ。やってやる。俺に任せろ。よし、行くぞ。ぶちかまっすぜ。はぁ、さて。やるわ。しんどいね。テンション上がりますね。一つ上の男。うわ終わりだぜ、石尾だ。沢城の頭はほっときゃずっと黙秘を続けてたはずだ。でも若とお前が自分を殺そうとしたと知ったらどうなるだろうな。札に全部ぶちまけちまうかもな。
どの道お前は若の命令をしくじった。どんなけじめ取らされるか見物だよ。荒川のおやっさんを殺したのはてめえか。え、どうなんだ一生だ。おやっさんはあの夜港で俺と別れた後、平安楼で星野会長と食事してた。そして店を出たおやっさんをお前が至近距離から銃で撃った。全部青木亮の命令だろ。そうだろ。ちいと違うな。どう違う。話せよ。確かにわしは青木亮からの指令で荒川の玉取りに向かった。せやけどその直前に邪魔が入ったんや。邪魔が入った。